パレルモフットボールクラブはイタリアパレルモを本拠地とするサッカークラブチーム。1900年11月1日、ウニオーネ・スポルティ・バチッタ・ディ・パレルモとして創設。2019年7月12日、フィグックにより2019から20シーズンのセリエビーから除外され、7月23日、起業家ダリオ・ミジとシチリア系アメリカ人のトニー・ディ・ピアッツァが、 共同所有の会社ヘーラー・ホライス・ S、R.L. が、クラブを買収して、SSD パレルモが創設され、セリエ D へ所属することとなった。2020年7月16日、クラブ名をパレルモ FC に改称した。シチリア州の州とパレルモは本拠地とする。主な愛称は、エンブレムやユニフォームなどからロザネーロ。クラブのサポーターは、パレルモ人を意味するパレルミターノと呼ばれている。 同じく、シチリア島を本拠とするカターニャとの対戦は、デルビー・ディ・シチリアと呼ばれるイタリア駆使の有名カードである。その他、ナポリとの対戦は、デルビー・デルスッとカリアリとの対戦は、デルビー・デッテ・イゾレと呼ばれ、毎年白熱した試合が繰り広げられている。欧州では、珍しいピンクをクラブカラーとしていることで知られるが、1900年の 設立から7年間は赤と青を採用していた。現在のカラーを採用するに至った経緯は明確になっておらず諸説あるが、ユニフォームを漂白する過程で誤ってピンクと黒になってしまったという説や、創設者の一人、ジョセフ・ウィテカーが勝利あるいは敗北の試合後に飲んだ、リキュールと薬草酒の甘みと苦みを表現したという説が最も有名である。 多くをセリエ A で過ごした1940から50年代を除いて長らく株リーグに所属していたが2002年夏ベネツヤアのオーナーだったマウリチオ・ザンパリーニが1500万ユーロでクラブを買収し会長に就任すると積極的な補強などが身を結び2004年に31期ぶりのセリエ A 昇格を果たしさらに欧州カップ戦への出場を成し遂げるなどクラブの地位を 著しく向上させた。通算29シーズンをセリエ A で過ごし、また2006年のイタリア代表のワールドカップ制覇には、アンドレア・バルザリリ、クリスティアン・ザッカルド、ファビオ・グロッソ、シモーネ・バローネの4名を送り込み、ユベントスの5名に次ぐ2番目の勢力として代表チームに貢献した。2008年に G-14 の後継組織であるエッサに加盟。 セリエ A 復帰後の2014から15シーズンは、アルゼンチン人のパウロ・ディバラとフランコ・バスケスの活躍も、あり、シーズンを11位で終えた。ディバラがユベントスに移籍して迎えた2015から16、シーズンは実に8度の監督交代が行われるなど、チームは、混迷を深めながらも最終節で、エラス・ベローナに3-2で勝利して16位となり、降格を免れた。 一年でのセリエへ復帰を目指した2017から18シーズンはブルーのテディーノが監督に就任しシーズン前半を首位で折り返すも最終的には自動昇格圏外の4位で終え昇格プレイオフでも決勝でフロジノーネに敗れ昇格を逃した2018から19シーズンは勝ち点63の3位で終え昇格プレイオフの出場権を獲得したものの 深刻な財政難に陥り、2019年5月13日、フィグックにより、一度は最下位の19位で、セリエ C 降格処分が下された。しかし、クラブは、この処分に対し、フィグックに条阻止、自動降格処分から勝ち点20の剥奪処分に、軽減され、最終的に11位となった。2002年に、エースローマのフランコ選手会長からクラブを、 買収した現会長、マウリツヨ・ザンパリーには、イタリア最大のスーパーマーケットチェーン、エンメゼータのオーナーであった。同氏は、パレルモを買い取るまで、SSC ベネツィアで20年会長を務めたほか、セリエ C1 や C2 の様々なクラブで、オーナー経験を持つ。本業であるエンメゼータを、重点出展した一地域のチームを買収し、あなたの買い物がチームを強くすると、看板広告に記載し、 サポーターのチームに対しての忠誠を巧みに、スーパーの売り上げに利用するというユニークな手法で、本業を大きくした。スクレットを獲得するまで、財布の紐を締めないという発言の通り巨万の富を投入し積極的な補強を行いクラブを強化する。シチリアのシュートである、大都市パレルモを本拠地に持ちながら、セリエ C1 に甘んじていたパレルモを、セリエ A に定着させ、 人気クラブへと成長させた功績は非常に大きい。一方で成果が出なければ短期間で監督を解任する短期差で有名であり、25年を超えるクラブオーナー生活で支払った違約金は合計で1000万ユーロを超えるという。また監督交代で成果が出なければ呼び戻すことも多く、フランチェスコ・グイドリンなどは4度も解任されている。近年は 南米からタレントを発掘し、高額で売却する遺跡方針に変わり、もう広告としてのチームは必要ではなくなったと、売却を示唆したり、自身が担う役割を任せられる優秀なディレクターを求めるなど一線から退き単位行を示している。実際に2012年に CEO に就任したピエトロロモナコは、クラブ株式の10%を保有しており、後継者として期待されていたが、 一役名を挙げたカターニャ時代と同様の極端な南米路線はチームの崩壊を招き低迷。ザンパリーニの就任10シーズン目の節目の1年は久々のセリエビー降格という結果に終わり、ロモナコはシーズン終了を待たずしてクラブを去った。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。イン中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。